はい、田口洋平、今前山来ております。見てください、皆さんは。ディズニーリゾートターボツリーのコロンビア号とかね、いろいろこう見えてるところの素晴らしい景色でございます。で、実はですね、普段だったらあそこに富士山がありまして、いい天気だったらもう富士山とディズニーリゾートのコラボレーションができる絶景の場所でございます。ただ今雲が邪魔しておりましてね、もう全く見えない状態でございますよ。でですね、なぜここに来たかというと、別に舞浜リゾートのね、ディズニーリゾート別に楽しみに来てるわけじゃないです。遊びに来たわけじゃないですよ。実はですね、ある情報によりますと、我らがリーダー中川優がね、今あちらエクスピアにね、一人プライベートで映画館を満喫しているというね、情報を仕入れたんですよ。なので私、田口洋平が今から彼のプライベートを直撃しに行きますので、皆さんぜひお楽しみにしていてください。では行ってまいります。ゴー。ワールドタイムはご覧のスポンサーと、その他のスポンサーはいません。あれ、ちょっと何やってんですか。あれ、いやいや、プライベートで中川くんを直撃取材しに来たんですよ。何してるんですか。いや、映画見てた。映画見てた。映画見ました。ジオストーム。あ、ジオストーム一人で。ここにね、プライベートで来てるっていうことで、ちょっと今直撃取材をねしに来たんですよ。で、プライベートも撮られるんですか。そうですね、プライベートもあれですよ、全部撮られちゃいますよ。中川くん、中川くんのおすすめする浦安を紹介してください。これからですか。はい、これから。マジですか。ちょっとこの後ね、ララポートに行こうと思ってます。ララポート、何しに行くんですか。まあ、映画を。また映画ですか。行くんですか。はい、行くですよ。マジですか。はい、借り出されましたけど、とりあえず僕の知ってる浦安をご紹介しますとですね、まずすごく広いでしょ、ここの公園。ここね、僕は高校の時、学生時代からここね、この道あったんですよ。ちょっと行ってみます。自分よくね、学校行く前に、授業が始まる前にも朝早くここに来てよく歌ってたんですよ。すごい綺麗だと思いません。ここね、自分が学生の頃ね、全然ここ人いなかったんですよ。こういうちゃんと綺麗なこういう道があるのにも関わらずね、全然人来なかったんですよ。なんでね、よく僕朝早くわざわざね、電車で始発乗って、で歩いてここまで来て、でここでよくバックストリートボーイズ歌ってました。ここでよーくの音楽聴きながらずっとこう歌ってた。もう自分の知ってる街並みじゃなくなってきたの、特に新浦安。もう本当に自分が学生の時はね、もうここ本当建物とかもう一切なかったから、もうずーっと更地だったの。もう今になってね、すごいいろんなホテルとかね、マンションとか建って、いろんな施設が建って、今じゃちょっとね、考えられない。この公園もね、前は本当ちょっとなんかシンプルな公園だったんですよ。シンプルな公園だったんだけど、今ね、こんな風になっちゃってるんで、
これももしかしたらちょっとね震災後とかにね作られたんじゃないかなって思うんですよね。木もなかったから、はいはい、そこの橋もなくてそこの橋もなくて、はい、そこら辺の建物も全部なかった。前は昔はもうこの辺とかも全然なかった。へー。千葉県のトリビア、豆知識などを紹介するよ。今回は読めない地名について。アビコ、治水、ハサマ、アマーリキ、コウノダイ。以上。ちょっとワールドタイムのスポンサーは、まさかワールドと、その他のスポンサーはいません。箸のプロでもないでしょ、焼肉のプロでもないの、ちょっとなんかこう